親指とか手が楽器の方に行くでしょ、はい、行く運動があるじゃないですか、はい、それが抜けてたっぽいね、はい、そうどうしてですかその動きを使ってなかったとしたらここに楽器があったらこうなってるわけさ、手が、はいはい、これがないわけね。あとなんかこういうのとか、なんかこうとかで手首、これ手首、はい、でもっと補うとかになってくるわけですよね、はいはい、この動きがあんまり見当たらなかったから、ちょっとやってみたらどうなるかな、いろいろ使える動きの中のこれも入れていこうって話なので、これでやろうじゃないですかね、これも。